在住のアマチュアの麻雀好きの女の子を集めて麻雀教室を行いたいと思います。まだ何切るとか、テーマを使っての、麻雀講座ということにして、まず参加していただく、女性の方々をご紹介させていただきたいと思います。まずは、最高位戦関西所属の高橋ジュリプロ、よろしくお願いします。お願いします。最高位戦関西の高橋ジュリです。よろしくお願いします。お願いします。高橋プロにはね、まあ、プロですからアシスタントで、はい、はい、頑張ります、はい、上から目線で上から行きます、言っちゃってください。続きまして、アマチュアの女の子に来ていただいたのですが、ご紹介させていただきます。まずはニーナさん、はい、お願いします。マージャンバールナ勤務のニーナです。よろしくお願いします。マージャンバー、はい、というのは何でしょう。大阪の心斎橋にある、はい、マージャンバーというお店です。マージャンバーということは、はい、マージャンとお酒的な感じですか。そうですね、お客さんとマージャン打ったり、はい、お酒を一緒に飲んだりして楽しい感じの。マージャン好きには理想関係ですね。なるほど。ニーナさんとかもなんか飲んだりしながらやるんですか。あ、でも未成年なのでウーロン茶とかノンアルコール。あ、なるほど。はい。なお客さん酔っ払しといて。自分の味と知らずに。なるほど。ありました、ありました。マージャンはどれくらい。今、半年ぐらいです。覚えて半年ぐらいです。あ、なんで覚えてるんですか。系列店なんですけど、はい、マージャンバーあるなって。はいはい、でそこにヘルプで行くってことになって、はい、マージャンを覚えなきゃいけない環境に。仕事だ。仕事なるほど。仕事的に覚えて。で今はでもプロとかめっちゃ対局とか見てるんで。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ結構今ハマりつつあるしね。ハマりつつある。せっかくなんでじゃあね、強くなっていただければと思います。頑張ります。よろしくお願いします。はい、続きまして新さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。自己紹介。マージャンバールナ勤務のシンクです。お願いします。はい、シンクさんもルナのスタッフさんと、はい、そうです。マージャンはどういつですか。いや、全然あれ全然なんか覚えたてほやほやな感じで。え、覚えたてほやほやっていうことはお前も覚えろって言われた感じですか。スタッフなんだからって。
いや、家でもやってたけど、ちゃんとやるようになって、あ、やらなみたいな。あ、家でってはゲームとか。はい、家でお姉ちゃんとやったり。あ、姉妹。姉妹です。あ、お姉ちゃんプロになったし、あの妹お前も覚えろみたいな。そうですね、そんな感じ。頑張れ頑張れ。え、役とかは？ビーチピング、タンヤオみたいな、国士無双みたいな。ちょっと勢いぶっ飛びました。おとなしめ、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 せっかくなので、いろいろ覚えて書いていただければと思います。よろしくお願いします。以上の3名の女性の方と、僕とでお届けしてまいります。しばらくこちらをご覧になってお待ちください。どうぞ。地下鉄南海難波駅からは、御堂筋を梅田方面に進んでください。千日前通りを通り過ぎます。道頓堀も通り過ぎます。三寺町の交差点を右折します。こちらを進んでください。三寺通りを堺筋方面に直進してください。こちらのビルの2階にルナがあります。日本橋駅からは2番出口から地上に出てください。2番出口を出たら左手方面に進みます。道頓堀を通り過ぎます。タワーエステートビルが見えてきます。アンナです。楽しく麻雀行きましょう。副店長のさやです。ルナで麻雀打ちませんか？心よりお待ちしております。麻雀バールナの店長のミュウです。私たちと一緒に麻雀打ちませんか？皆様のご来店お待ちしております。ウォーミングアップ何切る？イエーイ。ということでですね、まあ、まずは何切るで肩慣らしでもしてもらおうかなと。野球で言ったらキャッチボールの素振りみたいなもんです。わかります？野球します？私はしないです。ルールもわかんない。はいはいはい。まずね、この問題やっていただきたいと思うんですけど、さあ、これがね、積もったんですよね。高さあったらもう一目でこれかなみたいなのあるんじゃないですか。そうです ね、ありますね。でこれを、生徒の2人に答えていただきたいと思うんですけど、まず麻雀っていうのは4面つと頭1つ作るじゃないですか。だから全部で、5つのパーツを作る、5つの組み合わせを作るっていうゲームなんですけど、その5つってどれかなっていうことを考えた時に余る牌がちょっと出てくるんですよ。あ、これちょっといらないなっていう牌が出てくるので、まず5つのパーツっていうのがどこにあるかっていうのを考えながら、何を切れば何が余るそうかなっていうのを考えていただければいいと思うんですけど、ま
あ、これがヒントです。一応大丈夫ですよ。はい。面白い。はい、さあどれ切りますか。どれも切りたくないんですけど。いや、なんか切ってください。なんか切らないと下町の人つもりませんからね。と、はい。一個。はい。二個。二個。三個。4個、はい、5個やから、おー、いいですね。まあこれこうしましょうか。じゃあそんな感じ、そんな感じで、で、うん、これやとこっち切ったら、こっち頭にしたら、うん、イスピンになるじゃないですか、うん、でスーピン自分で2枚使ってるから、うん、私的には出す。ああ、もうここから頭にいらんと。頭は違うところで作ると。なるほど。いう感じで。ニナちゃんはスーピンで。はい。なるほど。もうここら辺には触らないということですね。はい。なるほど。わかりました。それではシンクちゃん、お願いします。はい。もうすそう、これが余りそうだと。はい。というのは、じゃあ多分これを頭にしちゃおうかなみたいな感じですね。はいはい、なるほど、わかりました。さっき言ってた5つのパーツっていうのは多分大体同じ分け方でいいですか。はい、一緒です。じゃあ簡単に言うと、まあこれが1個ですね。でこれが2個。でこれが、まあ、6、7、7で3個。でここは4個で5個か。でこの中で頭になりそうなのが算数だから数数数数数と、うん、で、みなちゃんの場合はこの2、3、4で4がまあ頭だとちょっと何ですか、自分で1枚、2枚使ってるから苦しいからこれ1個にまとめてこれ切っちゃう、じゃあそんな感じですね、はい、なるほどなるほど、わかりました。正解を高橋さんの方から発表してる。高橋さんの方から、あ、すいません、ちょっと一応無茶振りしたらちょっと面白いかなと思ったんですけど、実はまあこれはですね、基本的にはニーナさんの正解なんですね。というのは頭になる可能性って実はこっちもあるんですよ。こっちもある、こっちも頭になる、こっちも頭になる。だからこれは両方とも5と8が来ればメンツができるし、こっちは2と5が来ればメンツができる。こっちが先、こっちが先に3枚セットができたらこれを切って頭にすると。だからこれ一応今のところどちらも切らない方がよくて、みんなちゃんが言ったようにここで2、3、4で4がこれ1個だけ余ってる感じなんですよね。だからこれを切るのが一応正解という感じなんですよね。まあでもでも、はい、よかったです、よかったです。高橋さんちなみに何でした。私スーピンです。あ、さすがです。よかった。そうですよね。それでは第2問にいきたいと思います。さあどんな問題か高橋さん説明してください。はい、ドラがウーピンで、はい、もう積もってきてるところで、あ、じゃあここから1枚切る、はい、切るところからですね、はい、じゃあさっきやったようにこう、ここが1個のブロック1個のブロックっていうふうに分けた方が答えを出しやすいと思うので、まずはシンクちゃんの方から。はい、
ちら側行きますかね。ここいっぱいあるから大変ですよね、分けるのね。ここ難しい、うん、あと3個3個ですね。いや別にあのこれ固まってそうだなっていうのもあるし、はいはいはい、お、出ました。はい、出ました。はい、ありがとうございます。今の感じで言うと、シンクちゃんの3万がいらなさそうだっていう感じですね、うん、はい、わかりました。じゃあ続きまして、ニナちゃんの方が同じように、まあ、だいたい右側は同じですよね、多分。はい、じゃあやってみましょう。はい、悩む、うん、悩みますね。固めちゃいましたね。今のだとこれからじゃあ何キロですかっていう問題なんですけど、何キロ切れますかね。何キロ。3万同じ感じですか。なんか、うん、差し子的な。あ、役もね、役的な差し子。これは差し子にきっとなる。あと3と5だけなんで。でも3かな、4目やっぱり3を切って、まずここ5、6にしといてっていう感じですよね、うん、なるほど、はい、分かりました。はい、正解発表です。はい、正解は9万でした。えー、やったー、合ってたー。何したそうなんです。分け方が分かれば多分そんなに問題なくて、まあ、ここの2つは同じです。で、ここのマンズの部分の分け方にコツがあって、まずこれあんこが1個ある。ここであんこで取るんです。そうするとここでカンチャンで取りますよね、うんうん、そうするとこれめんつゆ取りますよ、ね、こうなるとここが余りますっていうことです。なるほど、うん、そうするとこの関数マンか関数ピンを引いたら、まあ、これを切って点を配します。で、あと例えばこういう三層を切って引いて、まあ、これ切るじゃないですか、できたから、はい、したら今度はあ、これもないのか、これがなくて、今度はこの関数ピンとここの部分で、まあ、この形だと、まあ、3を重ねてもいいし5を重ねてもいいし、あとこうしてスチーマンを引いてここ頭で関数分っていう形もあるし、割と広がりがあるっていう感じ。まああのやっぱりポイントは結局マンズの分け方なんですけど、できるだけ3枚セットを優先して作った方がいいと思うんですよ。3枚セットっていうのは、まああんこか真珠、こっちをまず優先させて作っておくと、割と余ってくるパイは、出しやすいです、うん、あともう一個、例えば、まあ、これは結構慣れてると思うんですけど、例えばこういうのあるじゃないですか、こういうの、はい、両側引いても真ん中引いて、あの2枚のパイを3枚してもいい、こういうのを割と大事にした方がいい傾向が強いです、うん。
まずブロック分けをして、それは3枚セットを優先させた方がいいですっていうのを、覚えておいてください。はい、はい、というわけでウォーミングアップ何キルでございました。関西唯一の麻雀配信チャンネルといえばチャンサク TV。 チャンサク TV は関西唯一の麻雀配信チャンネルです。チャンサク TV のコンテンツといえば夕刊富士杯西日本リーグで関西の対局をすべて配信しております。関西女流の熱い闘牌が無料で見ることができます。関西といえばサンマ。株式会社鳳凰主催の鳳凰杯は関西サンマの配信です。各店舗の責任者の方々が日頃鍛えた腕を競い合います。梶本さんがメイン MC を務めるカジアンの麻雀パラダイス。梶本さんが関西のプロと対局を行い、その模様を配信いたします。初代天保医朝美さんがホストを務める天保医の部屋。サピンさんが関西のプロと対局を行います。私たちの勉強配信番組アフロディーテカップも月1回配信しております。対局直後から配信を行うので、実際に打った私たちが解説をしております。学生麻雀の近畿本部対抗戦新進気鋭。この配信はスイッチャー、カメラワーク、すべて学生がやってます。会員に登録していただければ会員限定動画を見ることができます。会員は月額324円となっております。皆さんぜひご登録をお願いいたします。関西のプロがメインで出演している配信番組です。東京ではあまり見られないプロがたくさん出演しております。ガチ対局からバラエティ対局まで老若男女幅広い方にお楽しみいただけます。ジャンサク TV で検索してください。それでは皆さん、ニコニコ生放送でお会いしましょう。ネットマージャン天保での実践対局を行いたいと思います。対局後には配布も見れますので、お二方の打ち筋を難しいよじゃなんですけど、どうですか。一応映像で流されるわけなんですけど、大丈夫ですね。じゃあ今週打ってもらう方をじゃんけんで決めたいと思います。お二方、せーの、最初はグーじゃんけんポン。はい、どうでしょう。よいしょ。勝たんのか。あ、マジか。はい、
座りください。はい、始まりました。じゃあ、OK をしてください。はい、あ、感じされるんや。ちょっと焦るの。はい、あ、最初っちはね、なんかブロックとかあんまり考えなくても、ちゃか、うん、ここましたね。トン、はい、もう2面つくじゃないですか。お前好きな役って何ですか。好きな役、はい、何だろう。リーチ。リーチ全然リーチしひんやん。リーチは両面をするんだよ。両面を。ああ、なるほど。ひゃ、これで1,2,3,4ブロックができるんですよ。お、わかります。これで一応5つのパーツの効果、5ブロックはできましたよね。ブロック、イメージついてます。かなり大段となってる。とりあえず2メーツあるのは分かるね。はい、そう、そう、そう、あとチーピンからも、うん、そうそうそう。で、今次何がいらなさそうかって大体効果は分かりますよね。チーピンかイーロン。そう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 。できるじゃないですか。やるじゃないですか。そうですね。これでまたちょっとね、ブロックの幅が広がって。お。おめ。流しをね。二枚しかないの。そういうの知ってる。どっか誰に教えてもらった。流しは役満やで。いや、4人マージャンだけで、マンガンでしか、手の方普通の2000、4000か4000本しか。お、両面。そう、そうなんですよね。どうしよう。どうしましょう。両面。両面やけど、振り点小僧や。両面やけど、振り点小僧になってる。あ、私もうた。そう。やっていかれた。ね。まあ、振り点かどうかっていうのはちょっとね、ああ、ああ、しょうがない。切った時点でそういう裏面があります。パス、はい、全然して入んじゃろ。おっ、おっ、いいじゃないですか。3、4やん。いや、そうですね。いやこれよし、いわゆるイーシャンテンというやつですね。イーシャンテン、頭がないですよね。あっ、くそー。あっ、よかったけど、でも、でもこれ、うん、あっ、あっ、返して、わ、めっちゃ妨害して、そうなんですね。そう、時間制限があるから、いいやねん、うん、しえ、どうしよう、ピャンピン、いらんけど、うん、あっ、また行ってしまった。行ってしまわれるわ。この曲は結構もう早くなってる、時間使い果たしてたから。そう、やば、抑えればいました。何待ち？面前のリーチは読めないっすよ。あ、でも、うん、あ、うん、じゃあそうかな、うん、あ、え、あ、そうしたのに、どうしたよ。間に合わんかった。地層でいいと思います。あそこは現物だし、お2名、うん、くそ、本当はね、時間制限あるから、それが私の両面がてか、テンパイがって感じ。積もられた。はい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 、リーチ入って、うん、裏までので、OK をして、あ、次は早くしそう、あの今回でもまあまあいいじゃないですか。なちょっと、あ、なんちゃい、シュさん、なんとなくブロック分けしてもらっていいですか。2、3、はい、6、8、9、うん、A、 え、これ難しいですよね。5から8で2つぐらいありそうですよね。はい、そこはあの後に
2つっていう感じにしてもいいんですよ。だから5、5、2、3、6と7、7、8みたいな。あ、それはね、でも3枚セット優先させた方がよくて、5、5、6、7、まあ要は5、6、7と7、8、うん、はい、みたいな感じ。じゃあなんか6かぶってる。そう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 。待って、ちょっとあかんねん、急がない。パピン、パピンは、お、来ましたね。難しいっすよね。どうしよう、勢いでパピン来てしまった。そうですね、今のパピン切るところなんかちょっと面白いですね。ドラ、どうしよう、急げ、ここら辺、うん、数万じゃないと上がれない部分があるからちょっと不安中なんですよね。数万欲しいな。くくまあしょうがない。あーめっちゃ泣く。くー、行きましょう行きましょう。いや、まああんまりあの人に吹き込むのは気にしなくていいですよ。もう自分の、はい、うん、4枚目や。4枚目チーしてみよう。はい、チーというか太陽と上がり的な、うん、これで一つはできましたね。うん、あ、ピンキリだ。持っていかれた、持っていかれちゃう。そうなんですよ、時間制限とも。でもウーピンが正解ですよ、やっぱりそこは。うん、まあ、一応これ形式変化ですね。いいのに数万ポイント。数万、1、2、あ、積もりましたね。積もられていいや。8、9、1、ザンク。不計算はまだあれですよね。覚え中です。あ、覚え中ですね。はい。してみましょうか。1、はい、2、うん、3、うん、4、うん、5、うん、です、まあ、2、うん、今1ピン、2ピンと数ピン、ピンでまたブロックで2つできちゃったんで、それ6ブロックっていう状況なんですよね。うんうんうん、まあただそれ以外にも余ってるのがいくつかあるので。違う、あ、はい、お、4万、そこは余ってるし、うん、でやっぱり5、5、6みたいな形は大事にしましょうねっていう。大事にします。うん、お、ヤンピン、うん、いいんじゃないですか。1、2、3、4、うん、で、トンもあるからね、トンが5つ目、うん、で今ちょっと余ってるパイがなんかありますよね。あ、そう、うん、それが次の打牌候補じゃないですかね。ちょきちょっと、ちょっといいっすよ。チュンが、パス来てチュンが来たら来たらちょっと悩みますけど。はい、いいんじゃないですか。早く1個目につく完成させてですね、今1目つしかないから。うん、そうするとね、総図が2、2、3でちょっと強くなった。ただの狙う面より5割増しというのだいぶ強かった。で、まあ、こうするとトンポンしてね、あの泣いていくこともできますけど。トンポン、うん、おお、ちょっとまさかすぎる。まさかすぎる、ちょっとまさかすぎた。そうなんですよね。
まあ、頭候補はすでにトンとリャンソってあるじゃないですか、うん、でウーマンの4枚目引くの結構難しいじゃないですか、うんうん、まあ、そのまま切っちゃってもいいですし、あ、この方が難しいね。おお、ちょっとどうしよう、これちょっと面白いね、リャンソとか、おお、行きましょう。正解とは言ってないですよ。あ、いや頭なくなるとか泣けない、はい、おおさあどうする、おおおおお、あー、いるいるそこだけはめっちゃいるそこだけはね、くそ鬼め、そうなんですよね、あーおやられたな、もう一回いけるあ、どうしよう、あのスーソー痛いですね、痛い、はい、一番美味しいところを持ってきたのに持ってかれたみたいな、取られた、ウーピン、ウーピン、いらん、ちょっとマウスが手汗です、本当ですか、まだまだ緊張気味、手汗でそう、はい、あと角が大体3回くらいですね、あの3段、6列3段で大体終わりなんで、どうしよう、あと少なくとも2枚を持ってこないと転売しない、あー、どんどん悔やむなもうこれでね、転売 しそうにないじゃないですか、そうにないですね、うん、そうすると2枚切れのトーンを切っとくともう誰にも当たらないし、テンパイもしないから、うん、残念ですが、あ、一発もらいましたね。ピンチ、一発ずつのピンフ。ほら、なんか、はい、うん、はい、行きましょう。そう、怪しい、これは、うん、字いっぱいやな。うん、どうしよう、何でもいいっすよ、手当たり、うん、まあ基本的にはおたかぜ、あ、そうですね、おたかぜ今ブロック的には何個だろう、少ない、少ないですね、うん、1、2、うん、3、まあ、そこも3にしてもいいですよね、5、弱っちいけど6 もういっぱいあると、ブロックとも呼べない、はい、細切れがいっぱいあるわけですね、友達が、あそこは伸びてからのね、話ですけど、しゃ、まあ、あの最初のうちは自敗1枚しかないじゃん、どんどん切っていって、うんうん、あんまり深く考えずに間違えても間違えても気にしないぐらいの方が、ね、いいですよ、じゃん、とにかくあれですね、ターツかそいつを作りたいですよねあのウーソーとかパーソーとかリャンピンとかポツーンみたいなね、おっ、いいじゃないですか、ダブトン、うん、1枚出てるからね、なんとかそれを履いていければいいですけど、あお今どんな感じですか、こう集まって、ランピン、はい、お、G 以外初めて切れた、あー、小さめた、小さめた、まあまだウソとパソがね、1枚ずつしかないから、次はそこら辺がね、おっ、ドラやばい、ドラまみれになってきた、どうしよう、パソ、そっ、パソ、でもドラ切られちゃうドラだけは、ドラだけはね、だいぶまとまってきたもんね、ウーマンが一つあんこでそこは3枚セットできてるから、え、ちょっと1、2、3、4、あ、ちょっと強まった、ウーソいらないかな、そうだね、バイビー、バイビー、
次余り溜まってる候補何か分かる？9ちゃうな、1、2、3、チーマ。そう、正解。これがまとまってくると分かりやすいよね、だいぶ。うんうん、く、こうか。そうだね、チーマ。こうこうしてやる。トンが出るかどうか分からないからね。やめなさい、飛んでろ。お、4面。4面はカンちゃんより強い。そうなるとカンちゃん、カンちゃん、カンちゃん。そうしたか。よし、あ、こっちや。何キロ？何？あ、何？何キロでした？いや、うん、4万かな。あ、惜しかった。それも惜しかった。タカさん何キロ？数万。正解。それが正解。なんで？お、そうなんですよ。当たったね。やっぱり予習してやってしまう。いや、予習ってこれ予習関係ないし。ほんまや、これ予習なんや。予習してるやつは違う。予習、何言ってるか。いつそんな彼だ、見てなかった。嘘は結構流れましたね。さあ、オーラスです。オーラスやで。オーラス、うん、あ、今回は3点。うん、だってまだ1回も頑張ってないで。しっかりだけ現場にしよう。やだろ。あ、これ面白いね。何あたりか、うん、ちょっとこういうの困るな。1、2、3、4、5。お、できてる。お、できてる。あ、ちょっと困る。さあ、どうする。どうしましょう。どうしよう。ね、難しいね。あ、思い切ってきましたね。すぐカンちゃん払いたがるから、まあそれはいいと思いますよ。ただあの9から切った方が一応、あ、そうなんですか。6を引いたら両面になるじゃないですか。ああ、なるほど。そうで1、2、3、うん、そうすると大体余ってるのがなんとか見えてきますよね。4、うん、そうなんですよ。あいやあいやくせね、じじくさん。ルナで鍛え上げられたから。あいや。だったらあいや。楽しそうだね。それはそれで。ずっと叫んでるんでいつも。一人言い出したら伝染していくから。シンクさんそういうの言うんですか。いや、言うの。あいつちょっとあれ。ちょっと何もやみご。いや、お上品な。電話どこや。さあ。いいんじゃないですか。あ。おい、あいや。これ強くないやつ。でも白ポンのでテンパイも取れますよね。うん、あ、ドラ、ドラやー。いいですよ。ドラやった。リンちゃんかかってないもんと思っとけば。9万ポンしても白バックでねテンパイ取れるけど。あ、まあ。うん、いいですよ、パスで。よ。白ピカ出るかね、サブローマン引くか。いいです、いいです。まず上がりたいもんね、とりあえず。これちょっと赤いにしてもちょっと強気やな。強気すぎる。あ、これ泣くか泣かないか。まあ、泣いてもテンパイしないもんね。取られた。ガメツ、ガメツ、やつめ。おお。直線。しゃ。さあ、白出てくるかな。おひだ。お。さあ、いけ。リーチ。はい。お。すごい。リーチ。差し子、おろち。カンパン。はい。よ、あ。いいんじゃない。お住まいにやられた。あ、そうやった。先天部を返してほしいですね。高い。これで親がトップで。あれが、はい、インパチ。はい、終了です。あいやー、サンちゃん。はい、じゃあ高橋さん、開封再生とかできます？ちょっと、いや、はい、この後ね、ことない今の曲じゃちょっと練習でやってみましょうか。 OK 押して、で、
メニューで、まあ、しばらくこんな感じで進めておいてください。10巡目まで全部押しっぱでいいですよ。もうちょっとね、はい、あ、もうここでね、チュン切ったじゃないですか。チュン、あ、そっか、この次か、いきます、はい、チュン、ほい、あ、その前でごめんね戻る戻る戻るのはホイールだろ、ホイール、それでクルクルクルと回して、あー、おー、すごい、あ、もう、あ、それだ、そうそうそう、ギャンマン来たとこ、はいはい、ここね、はい、もう、見てることを話した、そうなんです、あ、そうだそうだ、イーマンが、イーマンを切ってなければもうここ単純な両面じゃないですか、2と3で、うんうんうん、で、1ブロックでしょ、うんうん、で、これが5なので2ブロック、3ブロック、4、1、2、3で4、6、3、5、7も4から6引けば1つできるから、ここで5、6となるから、一応余ってるのはチーピンなんですよ。だけど、まあ、イスマン、イーマン切ってるし、ここはもうリャンマン切っとこうっていうのは全然悪くないです、大丈夫です、はい、じゃあ次の曲いってみましょう。次の曲、はい、ね、シーンと2曲、はい、ですね、でしばらく進めて50名ストップ、ファーピンのところに戻してください、進める、ファーピン、こうですね、はい、でこっちも今度かな、ここで難しいですね、これ難しかった、マンズの2、3が1つ、マンズの6、8が1つ、うん、でソーズの6、8、8はちょっと切りたくないところですよね、うん、これチーソー引いてもパーソー引いてもいいから強いやつや、強いやつ、まあまあ強い、7の8、あ、ピンズね、こっちの話やね、こっちの話やね、そうなんや、間違えたそうそうそう、ピンズこれね、まあイペコの可能性もあるんですけど、例えばウーピン切っときましょうか、どうせウーピン切ったとします、ウーピン、あ、します、そうすると残るのがピンズが567と、そう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 、1個3枚セットと、あと778っていう、だから778って両面と、まあ、チーピンと、うん、でウーピン切っとくとね、ウーピン切るじゃないですか、はい、数ピン引いたとしましょう、そこから、はいはい、そしたらピンズで456できて、ピンズが777ってできるんですよ、痛くない、そうなんですよね、456777で8が8を切ればいい、あ、7728って、うん、そういう感じになるので、うんうんうん、まあ、ここはあのー、いのちゃんパーピン切りましたけど、
そのウーピンの方がちょっとだけ、ちょっとだけ有利っていう。ウーピン、ターピン切ると、スーピン引いても、ウーピン引いても、ローピン引いてもいいんですけど、あ、そこ、ウーピン引いてもいいのか。あんまり倍数変わらないな。でもまあ、単葉がつくっていうところを取るか、両面、6球ピンの両面、スッチーピン、まあ、チーピンはね、もう3面使ってくるんですけど、スーピンの部分、まあ、そういう部分を取るかっていう感じですけどね。まあ、ちょっとここは難しかったかなという気がします。じゃあ次の曲いきましょう。はい、トン2曲1本トンバー、はい、11巡目までいっちゃった。11巡目ここでね、ジャンスを切ってもらうね。そこ、はい、はい、これね、難しいんですよ。なかなかちょっとブロック分けしてみましょうか。1、はい、5、6、7、うん、3、はい、4、うん、5、はい、そうなんですよね。これ、シンプさん何聞きます？そっからね、これ結構難しいですよ。あれ、いっぱいあるってやつでしょ。6ブロックあれみたいな、6ブロックっていうやつで、いや、そう、あ、同じですね。一緒両面を決めると、はい、で、あとは埋まった方、どっかが埋まったら埋まらなかったところから切っていこうなんですよね。そうなんですよ。これ結構確かにそうなんですよ。高橋さん何聞いてますか？ウーソーとかなんですか？ウーソー新手筋ですね。なるほど。僕結構おすすめは三層なんですけど、実は頭2個にして、で、トンが出たらポンできるじゃないですか。ダブトンポン、ダブトンじゃないよ、うん、トンポン。で、サブローマンかサブローピンかスッチーソー、うんうんうん、まあ、マンズの36、ピンズの36、ソーズの47、どれか引いたら、うんうん、トーンを2枚落としていって、うんうん、単野をピン風、一瞬では6ブロックになるってことですか？そう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 、2を切っても6ブロックなんだけどね、うん、結局は。なんで嘘なんですか？嘘を切って、ローソを切って、トンポンして3層切って、そうそうそうね、一瞬余りパイが出ちゃうんです、ローソが余っちゃうんですけど、っていう切り方があります。でも普通はみんなやっぱり233強いって言ってるし、そっから何て言うので両面に切りますもんね。これがちょっと難しいかもしれませんけど、難しい、うん、ここからなんかメンツがいっぱいになってわけわかんなくなったんですね、うん、まだね、カンちゃんと両面とかペンちゃんと両面だったら比べやすいけど、みんな両面同士だからね。そう、この辺ちょっと難しいですね。難しかったです、はい、はい、ちょっと参考にしてみよう。はい、次、最後、トン3曲。トン3曲 CP を来たのかな。これはでも、さっき途中でね、正解も言いました。そろそろ切りそう。10分目切る準備始まる。これで、ここで、まあ、嘘かチーワンかみたいな感じで、まあ、嘘切ったのかな。嘘切ったはい、どうぞ、進みましょう。で、次で、これで、1番を切って、まあ、ブロック分けはその時にしましたよね、うんうんうん、次これだ、両面、うん、両面、ここで、まあ、まず3枚絶対揃ってるのがウーマンだけですよね。ウーマンだけ、はい、で、他、マンズが1124、1、2、4、5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 
簡単、うん、ということで、まあ、さっき数万が正解って言ったんですけど、数万を切っても、まあ、3万引いても2万引いてもロスはないので、うん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 、どっちもメンツができるので、数万か、数万切るのが一番、あー切れねー、なかなか切れないですよね。でもまずトンを、トンじゃねえや、ウーマンを3枚っていうふうに見ておくと、ちょっとそこで分かれるじゃないですか。3枚まず優先にする。お前先やったやな、すぐ忘れた。3枚優先にする。で3枚って言っても、あの今度は455とかね、ああいうどっちも融通の利き形を優先すると。うん、これは455で見てもらえるか。いや、これは553枚で見た。でその次に単純の両面、4号、ピンツの4号みたいなね、両面形を優先するみたいな。
そうするとだんだんあの余ってくる場合がなんとなくイメージしやすくなると思います。はい。というわけで今回は、はい、この辺で、一度も先輩ならず。ねえ、まあ、でもそういうの今回はね時間切れに。そう言ってもなかった。そうあれは痛かった。痛すちゃった。ね、ど真ん中ズコーって痛くてそれ持ってかれる気がしたみたいな。あれはちょっともう。だからあらかじめこのパイ余りそうだなっていうのを予測しとくと、これ引いた時は少なくともあれだけは切っちゃダメだから、なんか間違っててもこれ切ろうみたいなのがあるから。あー、手伸びた。というわけで、はい、ニーナさん何着でしたか？3着です、ね。デビュー戦は3着。何もせず3着。ほろ苦いデビューみたいな。何もせず3着です。はい、というわけで、テーマ対局はこれで終了ということになります。はい。はい、ではそのままエンディングでございます。カジュアルのマージャンパラダイス第1回マージャン教室の放送は以上となります。まずはアシスタントの高橋さん、ご感想を。いや、みんな賢いですね。意外とね、いや、言われたことちゃんと、そうなんやみたいな、ちょっとそれ癖をつき何回もやっていくと自然とできないのよ。もう一時こう1個ブロック2個ブロックってやるのは最初のうちだけど、慣れますから、そのうちね。はい。はい。ニュースもいかがでした？ちょっと難しかったです。ペンホがね。難しかった。まあ、でも来週はね、シンクさんの番ですけど、いかがでしょう？もう打つ前から緊張してます。今から来週のね。まあ、その前にウォーミングアップの何級とかあるんで、うん、まだリラックスやってください。はい、というわけで、じゃあ、こちらここで紹介してみましょう。棒読みタイムです。はい、棒読みタイムです。カジュアンのマージャンパラダイスは、マージャン卓の製造販売メーカー株式会社鳳凰大阪心斎橋マージャンバールなどの協力でお送りいたしました。ジャンソー検索サイト、ジャンサクの運営のジャンサク TV が配信いたしました。はい、では最後のいつものやつで締めたいと思います。カジュアンのマージャンパラダイス、また来週。